結構頭良かった気がする。嘘だ。ガチャとか覚えた。ガチャとか覚えた。 I'm a genius。 ふさみみちゃんのお姉ちゃんの方ですね。これやばい、これやばい。ちょっと運転中邪魔くさいなと思って。そういうの事故ったんだけどさ。事故ったんかい。ゴコンって言って。放題始めました、おもちゃちゃんね。さあ、いや、ルナ、久しぶりすぎじゃないですか。お久しぶりです。久しぶりです。動画出てない間にもう一体何があったんだっていうぐらいたくさんありましたね。たくさんありました。受験するんじゃないですか。もう来週から留学するって言ってるしさ。気づけば国をまたぐということで。国をまたぐな。フィリピン行くってことですね。フィリピン行ってきます。学校は卒業してない。学校は中卒の方がいいかなみたいな。一緒のこと。中卒じゃ大学行けない。中学校も共に行けてなくて高校も行けないってことは大学行けないんじゃないと思って。あと勉強ができないから。それなら大学とか行くんじゃなくていろんな国行って経験してた方がいいんじゃないみたいな。でフィリピン行ってみようっていうことにした。でも短期留学ですけどね。英語本当にねできるようになって帰って、まあ英語は勉強してるってことでしょ。してないの。単語だけ単語だけ。ということで、まあレベルは中学レベルあるかないかなんで。じゃあ今日は藤川天さんと対決していただきます。おお。おお。噂の有名の。噂の有名の。全く同じ問題をやっていただきます。レベルを。英検4級です。じゃあいける。じゃあ天さんよりもすごいということですか。もちろん、さすがに。もちろんさすがに。読めんのか、そもそも。ジョンフン。ジョン。韓国人名前みたい。シャーシュシャーシュ wants to さあできました。きた。果たしていいんじゃない。結構何点取れたのかチェックします。では答え合わせしていきたいと思います。はい、はい、自信はどうですか。結構結構いい、結構いいと見ていきたいと思います。それぞれ合ってたのか、はい、いきます。あれもう退学はしてないってことです。やめてはない。退学って先生に言って、じゃあ親に連絡しますから何も音信不通みたいな。どうなってるかよくわかんない。なるほど。もう一応中退的な感じで、はい、じゃあ高校中退アイドル、もうアイドルなんですか。もう卒業します。アイドルも卒業してるんですね。終わってます。アイドルも卒業します。ピョ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 。LINE がもう誰だか分からんて。ハートハートって誰だよ。誰なんだ。毎回名前変わるから。ハートだったり鬼マークだったり。それでだって車の写真送られてきて意味も分からない。どういうことなんだろう。事故ってました、はい、サイドミラーが壊してきて。さあいきます。じゃあ、はい、答え合わせしていきましょう。1問目 Train Ticket 正解です。ほら、はい、Travel Around 正解です。ほら She is a member、 はい正解ですね。あ、まあまあアイドルのメンバーでしたしね。あ、そう。次は違うの。違います。違うの。ルーズハットってどういう意味ですか。ルーズってどういう意味ですか。なくす。一瞬度はくだしゃりますか。くだしゃりますか。あれシュート。シュートシュ、え、シュートシュートじゃない。シュドゥ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 。何だっけ。同じシュートがわからない。シュドゥくだしゃいますかみたいな。何だっけ。くださいますか。何だっけ。シュドゥがわからない子さん。やった気がする。中学校の時にやってるよ。気がするじゃなくて。なんだっけ、なんかで教えてもらった。べきでしょ。あ、しゅべき。しゅべきの、しゅべき。ルーザーハートだとどうなっちゃいますか。You should lose a hat。 そんなわけないですね。そういうことね。はい。ウェア知らなかった。ウェア、ウェアってこういう。何それ、ウェイブ。あ、違う。ウェアは服をこう着ているとか身につける。あ、そのウェアなんだ、はい、じゃあこれだ。あ、はい、そういうこと。これあれなんだ、身につけるなんだ。帽子も、帽子かぶってた方がいいよって言ってる。あー、はい、なるほどね。5番がボールで、この後ろ何ですか。買ったベジタブルスはどういう意味ですか。ベジタブル、野菜。ベジタブル、はい、野菜。おボールで、うん、切らないね。切らないね、どう考えても。何で切るんですか。危ないね、まな板。まな板で切ると。あ、包丁。はい、だからどれですか。包丁ってナイフじゃないの。そう、ナイフなんてなくない。選択肢にナイフいますね。ナイフなんて、だってポロ、ポロアテ。ポロアテ、プレートがポロアテに見える。プレート、これがプレート。レディオ、これラジオ。あ、これ金。金って。金って。カイング。ナイフです。え、これだって K じゃん。K は発音しません。え、何それ。騙してきたから。次、6番。プラクティス。プラクティスってどうですか。勉強。あ、練習。はい。何ですか。は、クローズ。閉める。はぁ。クローズ。服です。あ、クローゼット。クローゼットじゃない。それじゃん。そっちは閉める側から切り替え。はい。服を練習するんですか。違うね。服を。え、マリーって結婚じゃないの。人の名前です。さっきからもう名前めちゃめちゃだからさ、ジョンをジョンフンって呼んだりさ。こう、着替えるです。おぉ。
クイズがどうだったのか、そこは別に難しかった。はい、正解ですね。さすがに、はい、で次が、はい、テイクアウォークと言いますか、歩く、まあまあまあ散歩するですね、テイクアウォーク。はい、次が Please come to。 え、from か悩んだんす。どっちも違うさ。え、違うの？ come to だったら行く場所、 from はそこから来るかと思う。後ろに何もないですよ、その場所が。 come to どこどこ、 come from どこどこですね。 come in って言わない、 come in ですね、はい、え、 come in なの？ come in、 早く入ってきなさいとか言うけど、 come in。 10番だって10点が入るってね。はい、そして次が talk by you。 え、もうどういう意味ですか？ I need to talk by you。 そう、 something。 日本で人と話すんです。With、はい、雲行きが怪しくなってきましたけど、 Want for school。 めちゃくちゃですね、はい、何ですか Want for。 Want for なんかないですね。 Want は、 Want は欲しい、はい、学校欲しいんですか？何言ってるか分かんない。 Stay、 Stay、 Stay です。 Stay、 学校に、でも Stay は学校に Stay しないと思ったから、はい、だから3番です。 Leave、 Leave for、 出発するですね、はい、It isn't mine。 Mine ってどういうことか。 Mine、 私の、はい、ほら、え、やった、アイマイミーマイ。そう、やったよ、これ動画にしたわ。全部言えるもん今、アイマイミーマイ。信じないけど、それは。はい、Listening to music ですね、はい、はい、で、最後が Gets up。 やっぱ知らないですね、この than の文法事項。え、え、イヤーザン、イヤー、あー、はい、イヤルザン、モアザン、イヤーザン、ついてないじゃん。やってるのに ER 残念。これあれでしょ、最上級と比較級。そう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 。ということで 1,2,3,4,5,6,7,8 問正解ですか。多分店長に1問勝ったか。来た来たじゃないよ。 1,2,3,4,5,6,7 ですね、はい、お1問勝ちました、はい、正解してるとこもかなり違うんだね。それで会話問題です。4,1あら3、あら、1、4、あら。ということで、5問中3問、同じだ。正解してる問題は違うけど。点が間違うところが正解してる。ほんとだ。I left my book on the train. レフトは？レフトは左。あ、そっちじゃねえ。レフト。動詞です。さっきのリーブの過去形ですね。リーブ、レフト、レフト？そう。ええじゃない、やってるやん。やってるやん。さっきは出発するのリーブ、これは別の意味のリーブですね。置き忘れるの難しい。そして並べ替え問題ですね。最初が11が4正解ですね。次も4。22番は違います。え、違うの、はい、いや、これはあの Be good at 知らなかった。ね、Be good at ってなんとかが得意って意味ですよ。得意ですっていう、知らない。あれ、23番が、うん、まあ、4番2です。え、なんで？スタートトゥードゥでしょ、し始める。久々に聞いた。久々とかじゃない、3、4年ぶりぐらいに。24は3。え、なんで？何がおかしいさ。めっちゃ悩んださ、これ全部もう1と2で悩んでる。3 We are not going to じゃん。 Be going to で、25番が2。自信ある、はい、ほら、ね、ほら、2問正解で、あ、店長より1問多いですね。合ってた問題違うっていうね。今のところ、5区問題が1問プラス1問勝ってて、会話が同じ、並べ替えが1問多いっていうことですね。なので今と勝ってる？そうですね、2問勝ってますね。受かれないんじゃないの今4級受けたら。いや、まあ絶対無理。よし、こっちですね、はい。26番、27番は1、2で合ってます。やば、やっぱうち天才かもしれない。 I'm genius だわ。ケンちゃんは両方間違ってます。こう簡単ですよ、4級だから。で、28、29、30ですね。28、29、30は2、2、3だから、あと1問しか合ってない。ここは点差が2問正解しましたんで負けました。 4B がビハインドですね。さあ、そして最後の 4C です。 4C が2、1、3、2、3と、お手も正解です。やばい、やっぱうち天才。 I'm genius。 店長2問しか正解してなかったから。だってうち本当に天才かも。これ今中学校で通ってたら絶対うち全問正解したもん。そういうことだよ。中学生のルナならワンチャン。中学生のルナならやったばっかならワンチャン。ということで、最初の問題が8問か、15問中8問、会話が5問中3問と、並べ替えが5問中2問で、 4A の長文が2問とも正解、 4B が3分の1、はい、そして 4C が5問。計算できましたか？23。はい、おっ、ということでございました。宇治家天さんには勝っていただきます。やばい。英語勉強してんの？英語はなんかインスタに出てくる単語とか、 I'm genius とか。やってないじゃんそれ。あと After you。 After you、 お先にどうぞ言われると思うよ。 Thank you って。そうそう、 After you つってこうエレベーターとかに、どうぞとか、そういう時に。あと What are you talking about？ 今それだけ。何言ってんのって、しかも怒っちゃって。What are you talking about？ はい、
っていうのはありますんで、じゃあ留学するわけですね。はい、留学から帰ってきたらちょっと英検取れるように。ほんと2級取りたい。準2級どっち？2級と準2は大体違う。2級と準2級って何が違う？全然違うよレベル。準2級2級まあだから高1と高3みたいなもん。おお、じゃあ高1を取りたい。あ、でも高3か、うちも。じゃあ高3を取りたい。高3大学でも留年してるから高2。お疲れ様です。はい、ということでございました。はい、フィリピンに何週間？4週間1ヶ月行ってきますということでした。はい、ではお疲れ様で、最後一緒ありがとうございました。 Thank you for watching。 ピニー。